えー、こんばんは、吉谷です。事、え、故、ー、はですね、深夜、えー、2時25分でございます。はい、えっ、ー、とですね、えー、まあ2日ぐらいお風呂入ってなかったんで、お風呂入ってきました。まあ、今、泊まり込みでちょっとここでお仕事してるんですけど、あのあまりにも温度差が激しくて、僕、超寒いですね、いつも。夏なのに。であの ここにいる体調はでですすねね汗をかくんです、ね、僕寒いんですよ <laughs> なのであのジャージを新調してきましたジャージをこれね半額だったんですよドンキでドンキで半額しかもあの結構厚いんですねこれしっかり作られてて15004000円ぐらいなのが半額でした、はい、このなんか秋葉っぽいでしょ秋葉限定で結構ねちゃんと作ってるこれ 熱い、はい、ということで、えーまあ、今回のテーマがですね月収100万稼ぐ確実な方法についてお話ししていきたいと思います確実ですこれをやれば絶対稼げるっていうね確実な方法をお伝えしますえっ、ー、とですねそれはですねあの <laughs> 一言で言っていいですかもう <laughs> 一言で言っていいですかはい。あの、凡事徹底してください。凡事徹底してください。終わろうかな。<laughs> いや、あのですね、あの、なんか確実に稼げるとかいろいろあるじゃないですか。いや、これマジで確実ですからね。凡事徹底できれば。<laughs> いや凡事徹底できれば、じゃ凡事徹底っていうのは何かっていうと、ね。あの、誰、誰でもできることを、誰でもできるんですよ。 誰でもできることを誰もがやらないレベルでやるんですよ。わかりますやらな、やれないことをやるんじゃなくて、できることを誰もがやらないレベルでやればいいんですよ。これめっちゃ簡単じゃないですか。自分できるんですよ。できることをただ誰もがやらないレベルでやるわけですよ。わかりますできないことをやろうとするわけじゃないですね。できることを誰もがやらないレベルでやるわけですよ。これできると思うんですよね。だってできることですから。 <laughs> どう思います <laughs> これ確実じゃないですか僕はねもう凡人が成功するためにはこれしかないんですよてかイエ,イエローハットまあ僕車好きなんですけどイエローハットの社長さんもこの凡事徹底についてですねなんか本出してんのかなあのあれなんですけどいや本当に凡人が <laughs> 凡人がこれ成功するためにはそれしかないんじゃないかなと僕は思うんですけどねどう思いますか 普通の人がね。天才だったらいいですよ。それは天才だったら。うん、でまあこれでまあ、今回の話は終わってしまうのでちょっと物足りないと思いますのでじゃあその凡事徹底した結果ある一人の男性がうんとですね月収100万達成しちゃったんですね。ある一人の男性が。去年までは全く初心者だったわけですよ。だけど凡事徹底した結果月収100万達成したんですよ。 でその方から実は結構前にビデオメッセージいただきましたビデオメッセージうんビデオメッセージねなんでその凡事徹底した結果じゃあ人生がどのように変わったのか、うん、その方からね、えー、ビデオメッセージ頂い,いててこれいつか公開しようかなと思ってたんですけど、まあ、ついに公開できる日が来ましたので公開しようと思いますでは V の方切り替えますので、まあ、その方の 動画ちょっと見てみてください。では行きます。どうぞどうも山田です、えー、吉谷さん、えー、だいぶお久しぶりでございます。はい、あのまあ、この動画はですね。あの限定公開で、えー、お送りしております。はいまあ、ちょっと理由がありまして、まあ、理由を後ほど、えー、お話しさせていただきます。はい、あの吉谷さん、あのおかげさまで、えー、会社の独立辞めて、えー、独立しまして、もう,う4。 こう、3ヶ月目にですね、かかろうという時でございます。本当におかげさまで、あの、だいぶうまくいっております。はい。あの、あの時ですね、まあ、今、今でもこれお財布なんですけども、吉谷さんにお支払いした、これですね、これ。5万円の,この領収書っていうのが、はい、私の、あの、宝物として残っております。 はい。まあ、これがなければ、ね、吉谷さんに、この、一日コンサルを申し込まなければ、今の自分はなかったんじゃないかというふうにね、えー、すごく感じております。本当に感謝申し上げます。で、あの、まあ、ご報告なんですけども、えっと、ありがたいことにですね、まあ、情報配信をし続けて、はい、まあ、これも吉谷さんのパクリでね、はい、ずっと、 お送り続けた、あの、動画アップし続けたんですけども、この度ですね、あの、マーケティング会社の方から、あの、オファーをいただきまして、はい、あの、ちょ、コンテンツホルダーっていうことで、はい、あの、ローンチを、えー、仕掛ける側になりました。はい。えっと、まあ、転売大辞典というね、えー、テーマでローンチをかけていくんですけども、はい、あの、まあ、こういうご報告になります。はい。えっと、 6月の頭、まあ、もうすぐですね、6月の第2週くらいから、はい、あの、ローンチですね。はい、えっ、ー、と、今 LP とか、あと、そうですね、オプトインページですかね、がライターさん、デザイナーさんが今作っておりまして、はい、もうすぐ、うん、まあ、世の中にリリースされるという段階になってまいりました。はい、今私も頑張ってコンテンツ作りとか、あとは、まあ、動画ですね。 とかも作っておりまして、まだちょっと大にできてないので、ちょっと限定公開でねえ、まずは師匠にお伝えしようと思って動画を撮っております。はい。まあ、ぜひ、あの、一応、そうですね、スタートアップで、えー、一律と3000円ですね、報酬をお支払いさせていただきますので、もしよければ、えー、ご紹介いただければと思います。 はい。まだあの、会社のね、方から、あの、どこの ASP かっていうのは、ちょっとまだお伺い、お伺いしてないんですけども、えー、決まり次第、えー、ご連絡させていただきます。はい。えー、そういうわけで、はい。あの、いよいよ私も、あの、怪しい側に <laughs> 回る人間になりました。まずはあの、セミナーマーケで、セミナーですね。リアルセミナーで、えー、ま、東京、大阪、 ああ名古屋とかですね、まあ、主要都市を、えー、1か月間ぐるぐる回ります。6月の半ばから7月の半ばまで1か月かけて、ほぼ休みなしで、はい、ぐ,るぐ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 る回ってセミナーをします。まあ、その後がウェブセミナーで、その後が、えー、とウェブ完結型の、えー、ローンチになりまして、はいまあ、これからですね、私も転売を、えー、多くの人に広めようと思っております。はいえー、これも吉田さんの おかげでございます。はい。まあ、あの、テキストでね、LINE で送ってもよかったんですけども、えまあ、ちょっと動画でね、えお伝えしたいな、ということで、はい、なってます。はい。吉田さんも、あの、鹿児島で、はい、元気でね、あの、暮らしていると、まあ、動画で拝見しておりますので、まあ、おからくお気をつけて、はい、いただければと思います。はい。まあ、そんなわけでございました。まずは取り続きご報告でございます。はい。いつも、ありがとうございます。以上です。 はいえー、どうだったでしょうか。えー、まあファンキー山田さんなんですけれども、まあえー、と以前ですね、限定公開ということで、えー、そのプロモーションやるということで、えー、ま,あまだその非公開の時にまにビデオメッセージもらったんですけれども、まあ、本当初心者だったんですよ <laughs>、うん。で、本当にファンキー山田さん、あの僕の完全なるパクリです。TTP ってやつですね。 徹底的にパクるっていう、ね、だから僕はあの R34 の車に乗りながらぼやくっていうのやってるじゃないですか、まあ、見てる方いるか分かんないですけど車に乗りながらなんかぼやくみたいなやってるんですねあれも完全パクって、まあ、吉田さんパクリですみたいないや僕のことを完全パクって言ってるわけですよ <laughs>、うん、でそしたらなんかそういうね情報発信しててねしてたらなんかプロモーションまでするっていうね初心者だったんですよ 考えられますすごいなぁと思うんですけどね <laughs>。でね、まあ、山田さんもなんか、あの、ライブ放送とかね、いろいろセミナーとかやってるんですけど、この前ちょろっとね、あの、ファンキー山田さんがやってた Facebook ライブをちょっと覗いたら、もう完全僕なんですよ <laughs>。完全僕なんですね。いや、山田さんなのか僕なのか、どっちが先やねん、みたいなね。 まあ明らかに僕が先だとは思うんですけど <laughs> うん、うん、だまあ伝えたいことはですねあの結構皆さんあの多くの人が簡単に儲かる方法これね大好きじゃないですかまあ確かに簡単に儲かる方法世の中にはあるのかもしれないあ,あるのかもしれない <laughs> いやでもそれはじゃあ簡単な方法って確実ですかじゃあその簡単な方法っていう教材を買って稼げました 簡単な方法っってていう塾に入って稼げましたまあ、稼げた人も中にはいるかもしれないですけれども確実に稼げるかと言われるとうーんうーんって感じですよね。確実に稼げる方法は凡事徹底です <laughs> 確実ですす確実じゃあ何を凡事徹底すればいいんでしょうか吉谷さん、はい。僕の真似をしてください。いや吉谷さんの真似はできません <laughs> っていう方はですね えー、この YouTube の下にですね YouTube の下に顔出し不要、えー、左から右に物を流すだけで、えー、左から右右から左物を流すだけで、えー、お金を稼げる方法というのがございます、はい、簡単に <laughs> だっ右から左に流すだけですよただしこの右から左に流すこの右から左に流すこの誰でもできる行為を凡時徹底すると100万もでいきます これも凡時徹底すると100万もでいきますじゃあ吉田さんこれどうやって凡時徹底するんですか右からどうやって左に流すんですか左からどうやって右に流すんですかそのやり方がまとめられたものがですね、えー、無料でプレゼントされてますので、えー、13個ぐらい講義見れますんでその転売まあ結論は転売なんですけど転売でどうやって稼ぐのかっていう講義がね無料でパンキー山田さんの方が無料プレゼント今回。 えー、プロモーションキャンペーンでなんとなんと13個も用意しているというねこのプレゼントも凡事徹底ですねプレゼントも凡事徹底13個多くの人は一つのところ一つを作るのにもやっとのところをね13個も作っていただいているわけですからねそれ見て凡事徹底してください、はい、稼げます <laughs> 間違いなく稼げますからねうんあとはやるかやらないかはあなた次第 いや、本当これ、なんか僕、嘘言ってます。<laughs> 当たり前すぎて、当たり前すぎ、当たり前すぎて、ポカンってなってるかもしれないですけど、マジで確実ですからね。はい。で、何を凡事徹底すればいいのかわからない方は、この YouTube の下にリンク入れときますので、期間限定ですけれども、えー、山田さんがやってる、えー、転売ですね、えー、その講義無料でたくさんね、えー、もらえるわけですから、もらっといてください。はい。まあ、そんな感じです。 あもう本当ねやりましょうだって僕ね二時半っすよ二時半二 <laughs> 時半いやだけどだけどだけどですよだけど僕はあぶ明日ちょっとちょっと早いな明日十時に起こされるんだだけどですよ僕あの会社勤めしてないですからいつ起きようがいつ寝ようが関係ないですよ。 まあ僕働くことは別に嫌いじゃないんでそのなんだろうなどうせ働くんだったらこの自分の好きなように働けるっていうのがまあいいんじゃないかなと確かに今ちょっと大変なんですけどねいろいろといろいろと立て込んでいて確かに今はねちょっときついんですけど、うん、だけどまあ自由気ままにねこんなねジャージ着ながら動画撮ってるわけじゃないですか まあどういう人生を歩むか人それぞれだとは思うんですけどまあ僕は、うん、今一番楽しいですね、うん、結論でこうやってこういうね、えー、人生が遅れるのもうんやっぱ自分でやっぱお,、ね、お金を稼いでいかないといけないわけですからやっぱそのお金を稼げるスキルっていうのはあった方が良い,い,いと僕は思いますじゃあそのお金を稼げるスキルっていうのは別に何でもいいわけじゃないですか 転売だろうが、ね、ネットビジネスだろうが YouTube だろうがなんだ Instagram だろうが Facebook だろうが何でもいいですよねなんか俺は俺は絶対に YouTube じゃないとダメなんだお金を稼ぐ方法は YouTube じゃないとダメなんだ俺はお金を稼ぐ方法は絶対 Facebook じゃないとダメなんだっていう人います俺は絶対投資じゃないとダメなんだっていう人いますあんまりいないと思うんですよね まあ、もちろんね、俺は投資家になりたいと。将来、ウォーレン・バーフェットみたいになりたいって思ってる人は別にいいんですけども、大体僕のお客さんって、大体何でもいいと思うんですよね、お金稼げれば。大体。すいませんね、これね。なんか俺は YouTube でトップ YouTuber になってやるんだっていう人、僕お客さんで見たことないですね。いや、吉谷さん、僕日本一の YouTuber になりたいんです。聞いたことない。だって、 まあこの前ブックメーカーのセミナーやったんですけどいやブックメーカーのセミナーにもきつ来たりとか他のセミナーインスタグラムまあいろいろ僕セミナーやってますけどまあいろいろ来ていただいてるから何でもいいんじゃねえかなみたいな <laughs> お金を稼ぐ方法。<laughs> だからね結局まあそのこの前ね6月18日に大学生のことやったんですけど結局一つのことを徹底的にやりましょうっていうことを大学生も言ってたんですけど。 なんか一つ決めて徹底的にやりましょう一つ決めて一つ決めて徹底的にやれば凡事徹底してやれば稼げますからマジでほとんど稼げない人はブレブレなんですよブレブレうんなんか一つ決めて一つやり,きやりきりましょうよとりあえずいや僕はねまあ一応他の、うん、仕事をしてないっていうのもあるのであの YouTube やってみたり、Facebook やってみたりとかね、Instagram やってみたりとか、ブログやってみたりとか、メールマガやってみたりとか、いろいろとね、あの、できますよ。プロモーションやる、今度やりますけど、まあ、一応ちょっとはできますけれども、でも一般の人が、まあ、普通にさら会社で働いてるわけじゃないですか。ってなると、時間にやっぱ限り制約はあるので、やっぱなんか一つに決めてやんないとダメですよ。うん じゃあ吉谷さん何にきいや吉谷さんたくさんあるんで決めること何をき何,何をやったらいいかわかりませんっていう場合は転売いいんじゃないでしょうかなぜならば転売がなぜいいのかっていうのは、えー、1話目でもお話ししていると思いますのでなぜ転売がいいかについてはまたここで話すとリピートになりますので1話目をご覧くださいなぜ転売がいいのかそれは1話1話目でお話ししてますので1話目をご覧ください ははい、ではですね、今回の動画はこれで終わりたいいと思います。えー、この YouTube の下に、えー、その期間限定の山田さんからの無料プレゼントありますのでぜひ受け取ってみてくださいではご視聴ありがとうございました